装備庁では2023年8月から、将来の電子戦において有効とされているスタンドオフ電子戦機の開発に着手しているよ。スタンドオフ電子戦機とは、スタンドオフレンジ妨害対象の脅威の対処可能圏外から強力な電波を発信することによって、敵のあらゆる電波を妨害し、レーダー施設などを無力化することによって自衛隊の航空作戦の遂行を支援する航空機のことで、現在の航空自衛隊においては、電子戦訓練用として中型輸送機 EC-1 や、ターボプロップの YS-11EA といった輸送機をベースにした電子戦機を保有し運用しているぜ。今回はそんなスタンドオフ電子戦機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、これらの電子戦機の機体には突き出したコブのようなアンテナフェアリングが複数装着されていて、EC-1 の場合は機種にも装着されているため、カモの端のくちばしのような異様な外観が特徴となっているね。現時点ではこれらの訓練用電子戦機は埼玉県にある入間基地を拠点として運用されているんだけど、その任務の性格上秘匿性が極めて高く、装備や任務については一切公表されていないんだ。そもそも電子戦機エレクトロニックウォーフェアエアクラフトとは、電子戦を重視して設計装備された航空機のことを指し、その開発には高度な電子情報技術の集積が必要となるため先進国の一部しか保有していないぜ。それらの国の中でもアメリカがその開発と配備において頭が飛び抜けて充実しているのであるが、その理由として考えられるのは、軍事用電子機器の大半が、アメリカ製であることが挙げられていて、自国の軍事的優位を維持するためとされているってわけだ。現在の電子戦は、電子攻撃 EAECM、電子防護 EPECCM、電子戦支援 ESESM の3領域に分けられているが、これらの3領域のうち、電子防護についてはレーダー基地などにおけるソフトウェア的な対策が主となっているよ。そのため、ハードウェアとしての電子戦機は電子攻撃ないし電子戦支援を目的として装備されることが多く、電子攻撃を重視する機体については、電子対抗手段 ECM を主とする電子妨害機と、対電波放射源兵器 ARW を主とする SEAD サプレッションオブエネミーエアデフェンス的防空網制圧機が存在するんだ。その一方で、電子戦支援を重視する機体については電子偵察機と通称されるが、作戦指揮官のための電子戦支援だけでなく、情報活動の分野に属する SIGINT、シグナルズインテリジェンス通信電磁波信号など、主として傍受を利用した情報活動にも用いられているぜ。その他、味方のレーダーへ意図的に妨害をかけて訓練時の電子戦環境を演出する電子戦訓練機も存在していて、自衛隊が運用しているのはこれらの機体と見られているな。また、電子戦機の大半は航空自衛隊と同様に輸送機などの大型機を改造したものがほとんどであるが、戦闘機の行動に随伴できる電子戦機エスコートジャマーもあって、アメリカでは F16 ファイティングファルコンをベースとした、F16CJ や FA18 スーパーホーネットをベースに開発された EA18G グラウラーなどを保有しているほか、ロシアもスホイ 24MP スホイ 30MK スホイ34などを保有しているらしい。2022年2月24日から始まったロシアによるウクライナ侵略戦争においても対ドローン対策などにおいて電子戦の重要性が伝わっている中、近年においては電子戦が重視されていることから専任の電子戦機以外の航空機にも、必要最小限の電子戦用機器が搭載されていることが多いんだ。特に敵の弾道ミサイル発射などを早期に察知する早期警戒管制機 AWACS などは、強力な電子戦能力を備えているとされ、その他にも対戦哨戒機なども電子戦支援が重要視されているね。それ以外の戦闘機などにも、自衛用の ES 装備であるレーダー警報受信機 RWR は概ね搭載されており、ミサイル攻撃から自衛するための ECM 装備である電波妨害装置などにおいても、内蔵型や外装型など様々な機種が開発されて運用されているぜ。今回防衛省が計画しているのは航空自衛隊で現有している C2 輸送機をベースとした電子戦機で、そのための開発費として2023年度予算において83億円が計上されたよ。そのイメージ図が公表されているんだけど、それを見ると機種に大きなアンテナフェアリングが取り付けられていて、EC1 と同じような鴨の端のくちばしを持つ航空機で、この C2 輸送機改良型の電子戦機に搭載される各種装置は、すでに2020年から開発が始まっていて、今後はそれらの実装試験が進むものと見られているね。防衛省ではこの C2 輸送機改良型のスタンドオフ電子戦機を4機調達する予定で、岐阜県各務原市にある航空自衛隊岐阜基地に配備するとしていて、同基地にこれら4機を運用するための専門飛行隊を編成するものと見られているんだ。スタンドオフ電子戦機の母体となる C2 輸送機は、防衛省技術研究本部現在の防衛装備庁と川崎重工業が、それまでの C1 輸送機の後継機種として開発を進めた機体で、2016年6月から運用が開始されていて、現在まで24機他に試作機2機が配備され22機の製造が予定されているよ。その初限は乗員3名操縦士2名ロードマスター空中輸送員1名で、その他に補助席に2から5名と貨物室210名を搭乗させることができるぜ。全長 43.9 メートル、全高 14.2 メートル、横幅 44.4 メートル、翼面積240で、貨物室の大きさは縦 15.65 メートル×幅4メートル×高さ4メートル、ランプ長 5.5 メートルとされ、主翼は機体上部に装着された高翼機だな。空距重量69トン、有効搭載量32トン 2.5G、36トン 2.25G、 基本離陸重量120トン、最大離陸重量141トンの搭載能力があり、GE アビエーション CF680C2K1F ターボファンエンジン2機によって、最大速度マッハ 0.82、 巡航速度マッハ 0.81、 航続距離 9800km、 積載0トン、7600km20 トン、5700km30 トン、5300km32 トン、4500km36 トン、実用上昇限度13100m、着陸滑走距離2300m、最大離陸重量時最短離陸滑走距離500mの性能を持っているらしい。すでに入間基地に配備されている C2 輸送機の試作2号機を改造した電波情報収集型 RC2 については、現在運用されている4機の YS-11EB 電子測定 ELINT 機の後継機種として開発が進められているもので、これらには防衛装備庁が開発している将来電子測定機搭載システム ARX が採用されることになるってわけだ。スタンドオフ電子戦機については、事業として達成すべき次の3つの目標、データリンク妨害技術の確立、マルチ電子戦プラットフォーム技術の確立、開発コストの低減が挙げられているよ。これまでに先行させていた技術研究関連事業として戦術データリンク妨害用送受信技術の研究、戦闘機搭載型電子妨害装置、JL95ECM 装置、磁気機上電波測定装置などがあり、これらの成果が活用されるものと見られているね。これら電子戦機については、国際的に見ても一般に極めて秘匿度の高い装備品であり、防衛省が目指している性能を満たすことができる海外の先端的同等装備品が導入できるかどうかについては極めて困難であるとされており、それと同時に電磁波領域は近年の戦闘において、戦略戦術面で重要視されていることもあり、防衛省では自前による開発を実施することが決定されたみたい。ただ、3つの目標のうちの開発コストの低減については、その対策として2014年にこれまでの武器輸出三原則から防衛装備移転三原則へ移行したことによって諸外国への売り込みが図られていて、川崎重工業では2016年に C2 の輸出を目指すプロジェクトとして営業や設計に精通するエンジニアら約20人で構成される大型機輸出プロジェクトチームを立ち上げて、諸外国政府の需要調査を進めており、アラブ首長国連邦 UAE や西側諸国ではニュージーランドなど、複数の国が関心を示しているものの、その価格の高さから輸出は難しいというぜ。政府は UAE を重要な輸出国とみて、同国空軍の要人を招いて試乗させるなどのほか、その UAE は2023年1月、韓国に対して総額300億ドル日本円で約4兆5000億円にも及ぶ投資を行うと発表し、その中に韓国の次世代輸送機 MCX 開発計画が含まれていることが明らかになっているな。このことで UAE が調達コストの高い C2 輸送機の導入を諦め、韓国と MCX を共同開発することでコストを下げようとしているのではないかとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本の海上自衛隊潜水艦隊は横須賀に艦隊司令部が置かれ、呉の第1潜水隊群と横須賀の第2潜水隊群に分かれ、通常動力型潜水艦22隻が所属していて、その内訳は親潮型潜水艦8隻他に2隻が練習潜水艦に艦種変更と、総流型潜水艦12隻、そして最新鋭の対迎型潜水艦2隻が運用されているよ。なお、対迎型は2023年12月時点で3番艦と4番艦の2隻が浸水して偽装中で、さらに2隻の建造が開始されているらしい。さて今回はそんな日本の潜水艦にカナダが興味を持っている件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の潜水艦は潜水艦の性能を示すのに最も重要な静粛性に優れていて、通常動力型潜水艦の中でも世界トップレベルとの評価があるほか、そういう型の11番艦闘竜と12番艦王竜には、潜水艦に最適な性能を持つ高出力電池のリチウムイオン蓄電池が搭載され、世界中の注目を集めているよ。防衛省では、2014年4月1日に策定された防衛装備移転三原則に基づいて、これまでその運用が自衛隊だけに限られていた装備の輸出を図っていて、旧式で老朽化が問題となっているコリンズ級潜水艦の後継潜水艦の選定を進めていたオーストラリア海軍に対してそういう型潜水艦の売り込みを図り、一時は採用される可能性が高いとする情報が出るなどして日本国産の潜水艦が初めて輸出されることに期待が膨らんだね。しかし、そういう型の導入を支持していた当時のアボット首相が退陣して、ターブル首相に交代するなどのオーストラリア政治情勢の変化に加え、日本がオーストラリア現地での製造や機密技術移転に消極的であることや、兵器の国際共同開発経験が乏しいことなどが懸念材料として受け止められたことなどから、2016年4月、フランスのシュフラン級原子力潜水艦をベースにした通常動力型潜水艦アタック級が採用されたぜ。ただ、このアタック級についてはその後、建造を担当するフランスのナバルグループの対応が鈍いことなどによって契約が破棄され、オーストラリア政府はアメリカ、イギリス、オーストラリアの間で締結された安全保障協力 AUKUS の創設に合わせて、アメリカとイギリスがオーストラリアに原子力潜水艦の技術を供与する取り決めが交わされたことを明らかにしているってわけだ。このように、せっかく防衛装備移転三原則に基づいて防衛装備品を輸出することで、高い製造コストを下げようとしていた防衛省だったが、ここまでフィリピンへの対空レーダーの輸出契約が成立したくらいで、完成装備品の輸出は進んでいなかったんだ。そのような状況下に、カナダ海軍が運用しているビクトリア級通常動力型潜水艦が老朽化したため、後継艦種の検討に入り、海上自衛隊最新鋭の対迎型に興味を示しているとの情報が飛び込んできたんだ。カナダ海軍では2023年12月時点においてビクトリア級通常動力型潜水艦4隻を運用しているよ。この潜水艦はイギリス海軍が1990年代に運用していたアップホルダー級通常動力型潜水艦で、2000年にカナダ海軍に売却され、ビクトリア級として再収益させていたね。基準排水量1870トン、水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル。全幅 7.6 メートル、喫水 5.5 メートルの大きさで乗員は48人、水上最大速力12ノット、水中最大速力20ノット、先行深度200メートルと、能力的には大きな問題はなさそうに見えるが、4隻ともそれぞれ艦齢が40年近くに達しているため様々な不具合や事故を起こしていて、飛行機には2004年10月5日にアイルランド沖で乗員1名が死亡する火災事故を起こして航行不能となり長期の修理が必要となったほか、ウィンザーは2005年10月30日に潜航中に火災を起こすなど、その運用にカナダ海軍が苦労していることが伝わっているぜ。そのためカナダ海軍では後継潜水艦の導入計画であるカナダ哨戒潜水艦プロジェクト CSRP が2021年に立ち上げられて艦首選定を急いでいることが明らかとなり、日本の海上自衛隊潜水艦が候補の一つとして挙げられているらしい。伝えられている情報によると、カナダ海軍では大西洋と太平洋にそれぞれ潜水艦2隻ずつを同時に稼働させて警備展開する必要があるとされ、艦隊の整備や乗員の給養や訓練などのためのローテーションに配慮して、通常動力型潜水艦を最低でも8隻が必要とされているね。しかし、近年ではカナダの北の北極海においてロシア海軍と中国海軍の原子力潜水艦の活動が活発になっており、カナダ海軍は北極海において潜水艦による作戦能力の向上が早急に必要とされていて、可能であれば12隻の導入を考えていると見られているな。そのカナダ海軍が次期潜水艦に求める性能諸言として伝えられているのは、ディーゼルエンジンと発電機にバッテリーなどからなる通常動力のディーゼルエレクトリック方式の通常動力型潜水艦であること、優れた長距離航行性能を持つこと、北極海においても運用可能であること、そしてアメリカ軍が運用している魚雷などの兵器及び戦闘システムの搭載が可能であることなどだぜ。これらの条件に当てはまる通常動力型潜水艦として、海上自衛隊の対迎型潜水艦が有力であるとする見方が浮上していて、カナダ海軍協会 NAC が刊行している海軍専門誌スターシェルの2023年冬号において、カナダ海軍の次期潜水艦候補の一つとして、対迎型潜水艦が挙げられているってわけだ。海上自衛隊が導入している対迎型潜水艦は基準排水量3000トン全長84メートル全幅 9.1 メートル喫水 10.4 メートルで、ディーゼルエレクトリック方式としての蓄電池は総流型の11番艦応流と12番艦応流から搭載されているリチウムイオン蓄電池だね。このリチウムイオン蓄電池は、これまでの鉛蓄電池と比べると潜水艦への搭載において様々な利点があるよ。乗員にとって害となる水素ガス発生の危険がなく、鉛蓄電池の2倍以上の重量容積あたりのエネルギー密度と 1.5 倍以上の繰り返し充放電回数を持ち、さらに満充電になるまでの時間が短く、放電による電気容量の低下が少ない上に効率放電を長時間持続できるなど、潜水艦用の蓄電池として多くの優れた特性を持っているんだ。また、艦隊の外観上の特徴としては総流型と同様の X 字型が採用されていることが挙げられ、この X 字型舵は潜水艦の舵として多くの利点があることで知られているな。これまでの潜水艦の舵は艦を回転させるための垂直舵と、水中で艦隊の姿勢を制御する水平舵が2枚1組になって十字型となっているのが一般的で、この十字型舵では上下2枚と左右2枚がそれぞれ連動していたものを、X 字型舵では4枚の舵が独立して動き、それぞれが回頭と姿勢制御の役割を担当することになり機動性に優れているというよ。さらに、十字型舵では垂直舵か水平舵が損傷した場合、連動している2枚が共に動かなくなってその役割が失われてしまうことがあるが、4枚が独立して機能している X 字型舵では1枚が損傷しても残りの3枚でカバーできることも大きな利点だな。また、潜水艦では海底などに着底して敵を待ち伏せすることがあるが、その際に海底に着底することで下舵が損傷する可能性があるほか、後に接岸する際に左右の舵を岸壁にぶつけて損傷する心配がないぜ。そして、艦隊の垂直軸と水平軸に対して45度の角度で装着されていることから、艦隊の幅からはみ出すことなく、舵面積を十字型舵より大きくできるため潜航時の機動性が 30% 上昇するとされているらしい。それほどの利点があることが知られていながら総流型まで採用が見送られてきた理由は、4枚の舵を独立して操作することが難しかったためなんだけど、近年の電子制御技術の発展によって操舵員が、ゲームで使うようなジョイスティック上の操縦桿による操作が可能となったんだ。なお、対ゲー型潜水艦では艦内の居住性が大きく改善されていて、女性の陸民を想定した専用居住エリアが設けられていて、専用シャワー室や寝室が完備されているぜ。さらに日本とカナダの間で現在、軍事関連の情報漏洩などを防ぐ情報保護協定締結に関する協議が進められていて、これによって日本製潜水艦の機密情報などが守られるとされ、このこともカナダ海軍の次期潜水艦の候補に対米型潜水艦が有力であるとする根拠となっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年11月中旬、日本の大手マスディアの複数社が航空自衛隊が現在運用中の F2 戦闘機の代替機について、本年末までに日本とイギリスとイタリアの3カ国による共同開発の契約が正式に公表される見通しだと報じたよ。いよいよ現時点では2022年も残り1ヶ月余りとなり、その正式な発表の報道を待つ形に変化は見られないが、日本がイギリスとイタリアをパートナーに選択することには少なからぬ課題が残されていると見る向きも多いようだな。さて今回は日本がイギリスと協力し、次期戦闘機開発を進めている件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。太平洋戦争での敗北以後、日本の自衛隊の装備する兵器の中でも特に戦闘機という分野においては、アメリカの影響下から離脱して独自路線を追求した過去はなく、その有効性に疑義を投げかける声は少なくないんだ。ただしそうした見方は多くとも、かつての F2 戦闘機の時点のようにその開発をあまねく国産で実施しようというような主張は見られず、さすがに今の時代に世界レベルの機体を日本が独自に作り上げるべきとする考えは見られなくなったな。とはいえ航空自衛隊の次期戦闘機開発に際しては、実証実験機の通称シンシンが存在し、これが機体の規模的にははるかに小型であるとしても、一応のステルス性能を自前で用意できたことは今一度思い起こすべきだろう。また IHI 社は試作機ながら XF9 エンジンを防衛装備庁に納入した経緯があり、同エンジンは水力やタービン付近の耐熱性に関しては、今の戦闘機に求められる水準を十分にクリアする数値を示していたことも記憶には新しいぜ。こうした機体そのもののステルス性能や、搭載するエンジン等の戦闘機開発に必須である数量な要素のいくつかの分野においては、日本が純国産化を行い得る可能性を感じさせていただけに少し残念な感覚も残るよね。ただしこうした要素技術ごとに多少期待を感じさせる部分が見受けられたとしても、トータルな戦闘機として世界レベルで通用する機体の完成には至らないのだろうと逆に実感させられたとも言え、その目はほぼなくなったと言えるんじゃないかな。それでも日本側としてはこれまでの経緯の中で得られた技術を集結し、日本の防衛産業のオスタル三菱重工業者にプロジェクトを統括させ、その参加に各分野の国産メーカーを置く布陣で次期戦闘機開発を迎えると目されていたんだ。そこに今の西側諸国の第5世代戦闘機としては唯一の選択肢となっている F35 ライトニング2。これを擁するアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援を仰ぎ、次世代戦闘機の開発を進める形が最も手堅いとみなされてきたってわけ。そうした動きは戦闘機に止まらず、戦後大半の兵器システムをアメリカに準じたもので揃えている自衛隊にとってはリスクの少ない方法であり、両国の軍事的な連携を図る上でも必然と言える流れだったと思えるよ。しかし当のアメリカやロッキード・マーチン社は、航空自衛隊が推進している次期戦闘機について、自国内で行っている NGAD ニュージェネレーションエアードミナンスとのギャップが大きすぎると判断したと言われているな。アメリカ側としては航空自衛隊が開発を進めようとしている次世代戦闘機の能力は、すでに F22 ラプターや F35 ライトニング2で実現しているいわゆる第5世代戦闘機の延長線上にあると捉えており、関与するメリットを感じなかったとの見方も多いぜ。今でも多数の西側諸国に対してアメリカは、いわゆる第5世代機の F35 ライトニング2や、それ以前の 4.5 世代機とも言われる F16 ファイティングファルコンの最新型の V 型などを多数供給している現実から、日本の次世代戦闘機の数など少なすぎるんだろう。現在までに日本の航空自衛隊が生産を行った F2 戦闘機の総数は試作機も全て含めて98機であり、次世代戦闘機もこれらを全て代替する計画とはいえ、ほぼ同数の90機前後を調達する計画となると考えられているね。前述した F16 ファイティングファルコンはこれまでの累計で5000機を超す生産数となることが見込まれており、これに比すれば日本の次世代戦闘機の数などわずか 2% にも満たない少なさであることは事実ってわけ。こうしたボリュームという工業製品の生産にあたっての効率化という側面から見た場合の重要な点に加えて、アメリカは NGAD ニュージェネレーションエアードミナンスにて新たな概念を模索していることも影響していると思われるよ。未だアメリカ側から具体的な NGAD ニュージェネレーションエアードミナンスの開発状況は発表されてはいないもの。現時点で最新鋭の戦闘機たる F35 ライトニング2を含め、その位置づけは大きく変化すると目されているな。最も大きな違いとしては、近年の F16 ファイティングファルコンや F15 イーグル等の当初はいわゆる第4世代と言われた戦闘機たちが、搭載するアビオニクスや並走システムの換装によって近代化を進めるような手法は採用しないとされる点だぜ。今やこうした戦闘機たちは繰り返される近代化改修によって、リリース時とは比較にならない能力の向上を続けてはいるものの、40年以上にもなる長期的なスパンで運用を行うことはメンテナンスコストを膨大に増加させているってわけだ。そのためアメリカでは NGAD ニュージェネレーションエアードミナンスについては、もっと短いスパンで新型機と入れ替えを行うことを前提としメンテナンスコストを低減させることで、トータルのコストを下げる手法を目標にしているとされるね。こうした戦闘機開発をめぐるコンセプトの一大転換をアメリカは期としていると考えて良さそうだけど、現行の F35 ライトニング2を見ても電子機器の絶えざるアップデートで能力の向上を行っている状態を本当に覆せるのかは未知数なんだ。アメリカ側では軍の高官がすでに NGAD ニュージェネレーションエアードミナンスは、初飛行を終えているとコメントは言っているものの、視覚的にこれを裏付けるエビデンスは出されておらず、判断はできかねるよな。さて日本の次世代戦闘機開発に話を戻せば、日本が今の時代に一国で純国産の戦闘機を手掛けるよりもリスクは少なく済むとは思えるが、アメリカのロッキード・マーチン社等からの技術支援と比較して有効なのかはまだ不透明だろうね。イギリスでは BAE システムズ社を中核とするテンペスト計画を先行させてはいるが、同社はドイツ、イタリア、スペインの4カ国で開発されたユーロファイタータイフーンの実績を持つけど、同機はいわゆる第4世代戦闘機だから、そのため巷では第6世代戦闘機に該当すると言われてきたテンペスト計画は当然未知の領域であり、その開発もこれまでのところでは順調というよりも、むしろ難航していたというのが進捗を表する正直な感想だな。このテンペスト計画には BAE システムズ社以外にも、機関部にはロールス・ロイス社、レーダセンサ類にはイタリアのレオナルド社のイギリス法人が参画するなど、ヨーロッパを代表するプロジェクトであることは間違いないぜ。現時点では日本の次世代戦闘機の開発が、このテンペスト計画の一部として統合されることになるのかも含め未確定事項が多いが、おおむねイギリスサイドでは日本と戦闘機開発との協業を歓迎する雰囲気が応一しているってわけだ。しかしそこにはまがいなりもまだ世界第2位の経済力を持つ日本に対し、そこから拠出されるであろう多額な開発費負担を当て込んでの政治的な判断との見方も多く、手放しで日本が喜べるか否かは判然としていないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。